されぬ座をかけた激しき合戦の火蓋が切られる。未来のスターはいずこに候補生の運命を決めるのはあなただ。さあもう早くも8回目が始まりました「I Will Survive」でございますが、はい、もうレオコちゃんね、はい、大体になりたいという子がいっぱいいますけども、はい、そうなんですよね。ちなみにレオコは、はい、ちょっとどういった経緯でライターになったのか、はい、ちょっと聞きたい。皆さんねライターになり方がわからない、はい、まあこの番組に出るのも一つですけど、はい、レオコの場合はどうだったのか。私その、うん、パチンコライターという職業があったことすら知らなかった。を返してほしい。いやじゃあ振るなよ。知ってただろうよ。サラリーマン金太郎のサラリーマンのなり方知ってますか。何ですか。建設会社の大社長が溺れてるところを助けて、はい、俺一回サラリーマンになりたいんだ。ずっとサラリーマンになったんですよ。いや一緒じゃないですか。私そんなドラマティックな話ありますか。それに比べてあなたは大学出て新卒で出版社に就職してはあ時間の無駄。もう行きます。ああ腹立つ喋った無駄喋りの無駄。応募はこちらでございます。はい、皆さんよろしくお願いします。ptown-dmm.com 山のキングに憧れてるという人どしどし応募ください。まだ一人も来てません。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたしますよ。はい、さあそして今回の挑戦者がこちらです。はい、孔明君。おお、なんか賢そうな名前。すごい勇気じゃないですか。自分に孔明。いや本名かもしれないですよ。だって。そっかそっか。かっこいいですよ孔明君。すごいな顔が超みたいよ。ね、千葉県そして好きな機種がおきどき、テラフォーマーズが好きと。え、テラフォーマーズ？はい。テラフォーマーズ面白くないですか？あんま打たないですか。打ったことないです。あ、そうですか。あ、でもなんとなくなんかちょっとわかるかも。そうね。だから塾長となんかちょっと一貫性がありますよね。アイドルも好きなんですね。え？山木さんどうしました。山木さんちょっとなんか腕が落ちたんじゃないですか。腕はもうほらもうガンガン上がってきてますよ。腕がもうちょっと衰えてるんじゃないですか。それはリアクションの仕方ですよ。あなたがここで笑えばこれは面白いこと言ったことになりますから、ちょっともう一回やりますから。あ、わかりました。これね、動画っていうのは編集できるんですよ。なるほどなるほど。いきますよ。好きなライターが塾長と嵐、アイドルも好きなんですね。嵐っていうことはね。面白い。ライターの嵐さんですよ。お前もう限界が見えたな。限界が見えた。巻き込まないでくださいよ。じゃあ行きたいと思います。はい、孔明君の実践です。どうぞ。さあ、I Will Survive。今回はエスタディオ新橋邸でお送りいたします。今回もね、新人が一次オーディション挑戦ということで来てくれております。それでは登場してもらいましょう。どうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、どうぞ。お願いします。はじめまして、孔明と申します。よろしくお願いします。落語家みたいな顔してるな。確かに。本当に今26かと思いました。正しい街頭。そんな爽やかな帽子をかぶりながらも。カメラに入る前に一回僕にお辞儀して帰ってきましたから。今日なんかこの台を狙うとか。卒業式みたいですね。あ、もう決めてるのね。他の例えあったやろ。ただ今日お昼から実践ということで、まあちょっと状況がつかめてないんで、ちょっと一旦周り見て。周り見て。そうですね。下見もさせてもらってるんで。下見した。はい。なんで昨日の状況と踏まえて打てそうだなっていう台があればそっちから狙うかもしれないですけど、基本的には。かなり準備満タンで臨みたいということですね。はい、じゃあ最後意気込みを一言お願いいたします。そうですね。勝ちを目指すっていうのはもちろんなんですけど、少しでも多くの見せ場をそうですね。お見せできるように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、それでは頑張ってください。一次オーディション行ってみたいと思います。おはようございます。お願いします。とりあえず僕今日コードギアスを打とうと思ってるんですけど、まずちょっとお昼から実践なんで今日状況を見て一旦全部見て回って、もしまあなかなかないとは思うんですけど、昨日の状況と昨日見た段階で据え置きがちょっとメインに僕には見えたんで、それと照らし合わせて打てるような台があればそこから狙おうと思うんで、一旦全体回ってみたいと思います。これホックと転生なんですけど、多分7の1でしょ。現在初当たりめっちゃ速いんじゃないかな。最終が9回転で10、即前リセットで即前兆なのかな。昨日ちょっと据え置き、すごい据え置きメインに見えたんですけど、リセットもかかってるのかな。ちょっとあれ分かんなくなってきたで、まあコードギアス、そうですね、ちょっとまだ1回転も回ってないんで、で昨日下見させてもらった段階で自分なんかちょっと分かってきました。出目取ってるんで、そうですね、出目も変わってないんで、ちょっとコードギアスリセット確認とかの意味も込めて、もちろん狙い台でもあるんで、ちょっとコードギアスから攻めたいと思います。なんかこうもうすでに必勝本とかに所属してそうなみたいな。いや、わかるわかるね、本当だよね。いっそ辻君とか誠さんとかと辻君ね。もうどっかに所属してデータ取りしてんだろうって感じしますけどね。確かに。え、これは今1回転も打ってないで、ゲーム数も1回転も増えてないんですけど。249、これ僕ちょっと勉強不足で分かんないんですけど、リセットしたらこういうのって消えんのかな。これちょっと分かんないんですよね。一応額に見てみたいと思います。してないな、怖いな。据え置きなんじゃないかなって思うんで、ちょっとまだコードギアス残り3台あるんで、ちょっと朝一リセットしてるかどうかも全部見ていきたいと思います。ちゃんとしてる、必勝本っぽいガイドにこんなちゃんとした人間いない。雑誌によってね、本当にライターの色って分かれるよね。分かれますね。出ないんだよな。だとしたら一撃なんですよね。でもてかちげえじゃん、これ前々日じゃん。そうですね、こちらの台前々日が結構出てて、まあ、正直一撃が伸びてるっていうのもあるんですけど、で前日が全然回されてないんで、まだそのまま二日酔い腰とかも全然ありえるんで、こちらの台を設定狙いで狙っていきたいと思います。で基本的にこのコードギアスなんですけど、どこに設定差が現れるかっつったら、チャンスゾーン、リベリオンアタックですねの出現率、ギアスポイントのたまり方、そこかなって僕は思ってるんで、まあ見る人によっては見るところいろいろ違うと思うんですけど、そうですね、だから据え置きで前日前々日それなりに溜まってたって考える、これまた出たんで、そうですね、4ポイント以上の示唆なんで、チャンス目で、チャンス目強烈薬引いた時って確実にこの今ベッドボタンでバシュンってなったと思うんですけど、この疑似連に発展するんですね。でこれが2回2回までだと正直 20% しか期待度ないんであれなんですけど、3回続けばですよね。これはまあ多分ボーナスは期待できないんで、これもC2 がなんか我が道を行く行動をし始めたらチャンスアップなんですけど、今言うことすごい聞いてるんでないと思いますね。ですね、やりました。今、連続演出失敗して学園地下行ったんで、これは何かしらの当選が確定してるんで、まあさっきのチャンス目で直 ART か、まあリベリオンアタックか、まあ、直 ARD は正直4000分の1から1万500分の1。リベリオンアタックってちゃんと噛まずにめちゃめちゃ薄いんでなんて噛む前によく聞き取れないもうなんか年取ったら聞き取れなくなるのよ。難しい部分がリベリオンアタック、リベリオンアタックね。あ、言えちゃった。リベリオン、リベリオン、これリベリオンアタックですね。リベリオンアタックです。言えますか、流暢に。リベリオンアタック。ちょっと今怪しかったです。リベリオンアタックです。リベリオンアタック、ほら。いや、もう3回言ってください。これ多分自分でもよう言えてると思ってる。だから何回も何回も言ってるもん。ああ、そっか、もう口が気持ちよくなっちゃって。リベリオンアタック。リベリオンアタック。で、正直ちょっと今数え忘れちゃったんですけど、14ゲーム以内。開始画面を1ゲームとして14ゲーム以内だと ART 確定とか23ゲーム以上継続したらもう大チャンスとかあるんですけど、緊張のあまり数え忘れちゃったんですごめんなさい。という可愛らしいちょっと萌えじゃないですか女心としてはちょっと萌えのポイントですか。りょうこ、俺に燃えたことは一度もないです一度もない。2.9 から 4.3 だから、まあほぼないですね。頼むよ、一発目景気よくお願いします。早い気がする。きついな、ちょっときついですね。ということで残念と。ただ1回目リベリオンアタック失敗しちゃったんですけど、このリベリオンアタックの引き戻しにも設定差があります結構必要以上に出てきますね、リベリオンアタック。これはもう確信犯、僕はしっかり喋れますっていうところを俺に対する当てつけかもしれないです。山野とは違うぞ、リベリオンってちゃんと言えますもんね僕っていうとりあえずボーナスでもいいんで欲しいですね。初期投資を抑えたい本当に。じゃボーナス、まあスイカ以外は設定差ないなんですけど、正直僕個人的に体感ですけど結構上だとポンポンボーナス来てくれるイメージがあるんですよね。なんでだろう。コードギアスに限らずやっぱりその設定差のないところないって言われてるところを上と下打ってみると全然感じが違うように感じちゃうっていうのが多々あるんですよね。あれ何ですかね、あるある。でもこういうちゃんとした子ってなんで弾けないんでしょうね。それはあるねいやだからキリンの首がなぜ伸びたか知ってますか。あの高いところの餌を取るために、そう高いところの餌を食べるためにどんどん進化するにあたって首が伸びていったわけですよ、はい、一緒ですよ。だから弾けないからこそちゃんと喋れるように。あ、当たりました。弾ける子はちゃんと喋れない。山木さん今チャンスです進みましょう。今大チャンスです。1分前ぐらいからチャンス始まってました。ありがとうございます。やりました。188ゲーム、投資が350枚。化けなのね。レギュラーでもいい、うん、ここでレギュラーボーナスは、リプレイをとにかく引けばいいと、1回目2回目はギアスポイント1個たまって、3回目で3個、4回目で5個 OK たまるんで、これでいこう。リプレイ1回です。でもさっき、ルルシパネル光ってたんで4ポイント示唆で今1回されたんで最低5ポイント持ってるんで、でバケの後はレギュラーの後は確実に降格スタートなんで、ここで強烈薬なんか引ければまたリベリオンアタックに近づくと。お、やっぱりあとコードギアス好きだって言ってる女も怪しいと思うんですよね。怪しいって何？怪しいって何？ちょっとこう低層的に怪しいイメージがありますね。そうなの？そういうアニメっていうこと？ああ、なんでしょう、なんていうんですかね、こうイメージ？偽っぽいっていうんですか？こうアニメ好きってこう主張する子がよく言うんですけど。コードギアスが好きだと。あれはちょっとなるほど。じゃあコードギアス売ってる子好きだって女の子が狙い目かもしれない。狙い目かもしれないです。コードギアスとあと誰かの情報ではバジリスク、はい、バジリスクお待たせしました。あっつー C2 パネルで50ボーナス期待度 50% あるんで、これはチャンス目 B でしょう。1回でいっちゃう。あ、いったいった。よし、61ゲームやっと待望のピックです。この子でも男前やね、よく見たら。確か整った顔立ちしてますよね。メガネ外した時に俺似てるもん。え、ほんとほんと。いや、そんな目死んでないですよ。ちょっとビッグボーナス中、大人の事情で音が出せないんですけど、申し訳ないです。これで無音でいきたいと思います。その代わり僕歌うかもしれないんでお願いします。で、このビッグボーナス中も楽しそうですね。ちょっと好きなんだろうなって。いや、ここで本当にちょっと一発歌えばよかったのにね。あ、それぐらいやっぱり言わないってところがもう真面目ですよね。分かってるんです。これ C2 図柄が揃えば ART 問答無用で確定なんで、でしかも斜め揃い、ほんまなかなかないんですけど、斜め揃いした場合にはもう蜃気楼も確定するんで、もう液体脇液体出して大丈夫です。いろいろ。というわけで180枚どんどんいきたいと思います。よし、また化けかーい。また出た。これなんかちょっと前回もありましたけど。ありましたよ。今度こそ来いよ。みかん育ちの。みかん育ちの。も。女性ライターだったら。あ、でもそれこそ高田柚月さん。お前それこそって言ったらな。それこそって言ったらな。それこそって言ったらな。それこそって言ったら。パチタウンの高田柚月の方に行きました。みかんじゃなかった、柚子の方に行っちゃったね。柑橘類なのに。もちろんそんな考えじゃないですよ。関わりたいからとか、惜しかった。一緒にお仕事したいからとか、そんなんじゃないですけど。笑ってんじゃないよ。ただ、うん。あーんじゃないよ。でも僕一番綺麗なのはやっぱりレオ子さんかな。言わされてる感がありますね。これはありますね。レオ子まだまだやな。ありがとうございます。いや違うから。言わされてる感が。でもほらもう近づいてきてるってフェアリンちゃんから高田柚月全然近づいてないですよ。だからあと120歩ぐらい進めばレオ子にたどり着く。だから琵琶湖あたりが出てきたら、琵琶湖さんより先に出たいよ。琵琶湖あたりが出てきたら近いと思うよ。でも本当すごいレオ子さんすごい優しそうですもんね。なんだかんだあんだけバーってはっきり言う方にまあ。ただの視聴者として見てる側の意見ですけど、おいもういっちゃいっちゃい、ああドキドキした。リールロックも、ボーナス当選確率が 50% あるんで、で対応薬がチャンス目ですね、リールロックしたときは。でチャンス目以外来たらボーナス確定なんですけど、これで 50% と、あー入ったっぽい。ちょっとあなんで俺今青狙った。また化けかーい。まあよし、ここでちょっとリプレイ気持ちで引っ張ってギアスポイント使って ART に入るかどうか、その流れでいきましょう。あピンクカレンなんで、一応こう設定ほど出やすいと。私の話題が去ったらすごい一気に喋り始めましたね。あの時は急ねもごもごしてたけどね。ああだってここに反射で映ってる顔が生き生きしてます。さっき私の話題の時こんないい顔してなかったよ。くすんだ目になっとったけどね。あれよあれあれをやりたいのよ私。あ、3連続これはですね、うん、やっといった。4回目、これは本当に入れたい。これ入んなかったらもう知らん、やめちゃうからね。ルルーシュさん俺やめちゃうからね。よし、一気に畳みかけろなんて普段言った。ああよし、これはさすがにいただきました。80% あるんで外してくれないかな。おい、急激になんか味方じゃなくなってるやんか。いや、やっぱ80を高田柚月って言ったところから80外してほしいな。よかった本当に。外してくれないから。そうね、ここは逆に外した方が見せ場になるからね。見せ場になる。うん。うん。凡人でしたね。ということで。いけなかったいけなかったで文句言われ当たったら当たったで文句言われ。111ゲームブラックリベリオンいきます。やっとスタートラインです。いきます。昼間かでも一応基本的にこのブラックリベリオンが、まあ、昼、夕方、夜と等角地差してまして、そこで、バトルピースのたまり具合が違うと。たまり具合っていうか、ギアスメリプレイ自体は本当はまあどのステージだろうが、ゼロレクイエムだろうが普通のブラックリベリオンだろうが10分の1なんですよ、3択ギアスメリプレイは。ただそれの正解押し順がの出現率が通常と広角と、まあ、シケロ超広角で違うと。おラッキー5つしかなかったんで微妙だったんですけど、これモニカ一番ランク上っていうか、まあ初期ダメージ数が一応 HP1000 減らしたら継続なんですけど、そう初期ダメージ数がでかいんで、その初期ダメージっていうのは分割して出てくるんですけど、すなわちこってめちゃめちゃくらうおもうこれはいただいた。5個しかなかったけどこれはいってくれる。ありがとうございます。ということで2セット目いきます。そうな、うん、で実際滑舌は良くなった？全然。なんやそれ。全然なんか不謹慎なニュース、不謹慎というかまあこう事故とか事件のニュースの原稿。終わりました。終わりました。ミネッチ鳴らしてる前じゃなかった。終わりました。ああ気になりますね。はい、やっと入りましたねやるて。さあ皆さん投票の方よろしくお願いいたします。それでは。運命のジャッジメントタイム。ジャッジメントは動画説明欄の URL をクリック。この動画の続きをまだ見たい、もう見たくない、どちらかを選択して未来のライターを導け。あなたの一票で人生が変わる。